微妙な感覚だったと思いますけど、3本目やりますか？いや、はっきりと俺の負けだ。もうタイヤが終わっちまってるし、本当に悪かったな。踏ん張りきれずに内側からぶつけちまって、ドリフトに入ってからの微妙なコントロールを車が受け付けない状態だったんだ。だけど爽快だったよ。こんなのは久しぶりだ。何もかも忘れてステアリングと格闘してたからな。お疲れさん。気張っていけよ、嬢ちゃん。思ってた以上にやるぜ、彼ら。分かっているよ。暑い夜がなお暑くなりそうだ。半端なく暑いな、今日は。これじゃプロジェクト D の遠征チームも大変だな。夜になってもこの暑さですからね。どっかエアコンの効いてるところで涼んでいきましょうよ。そうだな。はぁ、生き返った。ああ、で、この猛暑の中、匠はどこへ遠征に行ってるんだ？茨城っすよ。なんでも、ケンジ先輩の話じゃ、すっごい強敵らしいっすよ。お、噂をすればケンジ先輩だ。え？よ、このクソ暑い中、暇だな、お前も。そういう言い方ねえだろ。お前たちだって一緒につるんでやがるくせに。つるんでるって。それってマジヤバくない？だろね。あら、それでさ、リョウコンったらさ、あー、なんで俺たちだけ男3人なんすかね。男と女は同じ数だけいるはずなのにな。やだ、エッチ。おまけにいつも変わり映えしないメンツでな。青春の夏だっていうのに男3人でこんなところでつるんでいていいんですかね。よかねえよ。けど仕方がねえだろ。怒ることないじゃないですか。次どこ行く？二人きりになれるところ。マジ？くそー、なんか余計熱くなってきたな。池谷先輩もケンジ先輩も走り屋に女は
やっぱ欲しいな。ああ、今頃匠はマジバトルしてるっていうのに、俺たちこんなことやってていいのかな。言い訳ねっすよね。だよな。じゃあ頼んだぞ。はい。一本目のスタートポジションはそちらが決めてください。後追いで行こうか。一本目は後ろからスタートさせてもらう。わかりました。藤原、一本目先行だ。城島俊也だ。よろしく。藤原匠です。一つ聞いてもいいかね。はい。君の年で86って車を選んでいる理由を知りたいんだ。俺には非常に興味深い疑問なんだがね。それはもともと自分がこの車を選んだわけじゃなくて、親父の車だったんです。親父さんの？ええ、小さい頃からずっと家にあって、これしかないからこればっかり乗ってました。ほう。愛着はありますけど、免許取る前から無免で随分乗ってたし。面白いな。無免時代のドライビングテクニックは君の親父さんが教えたのか？まあそういうことになります。君の親父さんに会ってみたくなったよ。友達になれそうな気がしてきた。ベストを尽くして相手をさせてもらうよ。よろしくお願いします。次のすごかったよ。次は凌介さん、いつでもスタートできます。そうか。よく聞いてくれ藤原。はい。はっきり言うぞ、今までの中では一番手強い相手だ。弱点はない。現状で俺のできるアドバイスはただ一つ。耐えろ。勝てないまでも負けないための組み立てはお前ならできるはずだ。頃合いを見て追加のアドバイスを出す。できるだけ相手を見ないでコースを見るんだ。相手はゴーストだからな。忘れるなよ。始めてくれ久美弘。分かった。それではカウントいきます。 5 4 3 2 1。ゴースト。1ゴうん、そうか。ダウンヒル1本目スタートしました。うん。頼むぞ嬢ちゃん。ゴッドアームと呼ばれる男のメンツにかけても一生いっぱいのタイに持ち込んでくれよ。ケスケさん。な？藤原のやつ大丈夫ですかね。心配したってしょうがねえだろ。これはあいつのバトルなんだ。社長が言うには城島俊也という男はステアリング技術の円熟みが持ち味らしい。癖というか個性的なのは、左手はシフトノブに置きっぱなしで、ステア操作は右手一本だけでやるんだそうだ。それってどんなメリットがあるんですか？俺はやっぱり両手でステアリング握ってないと気持ち悪いですね。待てよ、片手だけでステアリング操作って
それじゃあ打角が不足して曲がれないコーナーが出てくるんじゃないですか。というか峠のコーナーなんてほとんどがみんなそうでしょう。そこがステアリングの魔術師城島俊也のゴッドアームたるゆえんさ。早い、とてつもなく。思った通り、なかなかやるな。そうか、多分ドリフトだ。ものすごい高等技術だけど、最小限の打角、ゼロカウンタードリフトなら。それは違う。城島俊也はドリフトをしないんだ。え？ドリフトでもグリップでもない、その中間で走るそうだよ。ドリフトとグリップの中間、どっちでもないんですか。ジョーちゃんのワンハンドステアをみんな変則的な技だと思っているようだが、あれはあれで結構理にかなってるんだ。重要なのはいかに少ない打角で曲がれるかということだからな。ジョーちゃんは20年以上もそのテーマを追っかけ続けてるんだ。重ねて試行錯誤の末にたどり着いたのが今の境地だからさ。ドリフトでもグリップでもないって本人は固くなに主張するけどな、俺に言わせりゃ、あれは理想的なドリフトなんだよ。本当の高等技術ってやつは目に見えにくい地味なところにあるものなんだ。タイヤというのは G がかかって滑るか滑らないかのギリギリのところが一番おいしい仕事をしてくれるものだからな。ええ、見た目にはわからないくらい小さくスライドさせてるんじゃないのかな。理屈だけならなんとなく理解できるんだがな。なるほど、ドリフトとグリップの中間っていうのはそういう意味なのか。うちの社長はよく知ってるんだ。東道塾とパープルシャドウは長年のライバル関係だし、俺たちも向こうの現役世代とは随分サーキットや壮行会でやり合ったけどな。パープルのトップが行動で本気バトルするなんて、これを見逃したらこの先二度ともうチャンスはないだろう。ゴッドフット星野幸三とゴッドアーム城島俊也の走りをよく見ておけということなんじゃないか。文博、覚えているか、ナイトキッズに庄司慎吾というガムテープデスマッチが得意な男がいたの。庄司、ああ確か右手をガムテープでステアリングに固定して、うん、制限された打角の範囲内でのステア操作しか許されない。つまりアクセルワーク主体で曲がるしかない。おそらく城島俊也のワンハンドステアはそのテクニックの延長線上にあるものだろう。というよりはとことんまで突き詰めた究極の完成型なのかもしれない。でもなんで左手がシフトワークに専念できるってこと以外にどんなメリットがあるんだ。それは城島俊也だけが持つ感性の世界なんだろう。変則的なドライビングスタイルであることには違いないが、 WRC のトップドライバーの中にもワンハンドステアのドライバーがいた。そっくりだ、この感じ。もやもやとまとわりついてくる圧力、インプレッサーを転がしているどっかのクソ親父と嫌になるくらいそっくりだ。
会の予想？ええ。どうもこうもないさ。一本や二本で終わるバトルじゃないはずだ。そうすか。コースの全長があまり長くない上に、ストレートらしいストレートがほとんどないんだ。ある程度長期戦にならざるを得ないだろう。だがもし短期戦で勝敗が決まるようなことがあるとしたら、藤原が負けるだろうな。逆に言えば、長期戦に持ち込めなければ勝機はないってことだ。そういう種類のバトルだと思えばいい。相手が先行になる次の2本目がポイントだ。藤原が食らいついて何とかしのげば、もつれて長丁場のバトルになっていくはずだ。ある程度分かってるやつなら、一本目はそういう見方になるんだ。どんなにヒートしているように見えても、まだまだ軽いジャブの応酬程度さ。どっちも早いよ。パープルシャドウの城島とプロジェクト D の86。あんなに早いコーナリング見たことねえよ。すげえな、ダウンヒルの前回バトルって。もうすぐ1本目が終わる。くそ、プレッシャーかけられまくりで何もできなかった。1本目は予定通りじっくり見せてもらった。来た。互角だ。全く差がついてない。カウントいきます。5、4、3、2、1、ゴー。2本目が始まったみたいっすね。ああ、この2本目が正念場ってわけか。っていうか後追いだろ。藤原といえば後ろについた時のしつこさは本当に天下一品なんだ。今までどんな相手でも後追いのポジションで遅れを取ったことは一度もない。その藤原が後追いで食らいついていければって、つまりはそれほどの相手だってことか。S2000 は乗りこなすのは本当に難しいけど、戦闘力はピカイチだ。コーナーだけなら NSX より早いって社長は言ってたしな。それに城島俊哉ほどのドライバーが乗るとなれば、86に負けるなんてあってはいけないことだろう。そうですかね。特別なことをしなくても、車の持っているポテンシャルを普通に引き出して走ってやるだけで、86が追従できない領域に飛び込んでいくんじゃないかな。そういう2本目になると俺は信じたいけど。もっともこの場合の普通は全然普通じゃないけどな。どっちも常識外れのドライバーだからな。特にあの86のドライバーはそうですね。一緒に走った者にしかわからない天性のものを持ってますよ。それがまたあの86って車にぴったり合ってるんだ。ある意味86に乗るために生まれてきたようなドライバーだ。NA ながらもリッターあたり125馬力を絞り出す F20 型エンジン、レース用エンジン顔負けの出力を誇る VTEC ユニットは藤原にとって脅威に違いないが、 S2000 の進化はそのハンドリング性能にある。フロントミッドにマウントされたエンジンは50対50の
理想的な前後重量配分を実現し、オープンボディであることを忘れてしまうほど高いボディ剛性のハイエックスボーンフレーム、軽量コンパクトなインホイール式ダブルウィッシュボーンサスペンションを組み合わせ、現代的な電気制御をあえて採用することなく、オーソドックスな手法を徹底的に磨き上げることによって引き上げられたその戦闘力は、ターボや 4WD で武装したハイテク車にも引けは取らない。ただし乗り手を著しく限定する車だ。つまり完全に乗りこなすにはよほどの腕がないとダメだということか。うん、その限界領域を体験することは高いスキルを備えた選ばれた一握りのドライバーに与えられた特権とも言える。ゴッドアーム城島俊也はまさにその一人。藤原は飛んだ相手とぶつかっちまったもんだな。この2本目はなかなか興味深いな。ジョーちゃんがどんなシナリオを考えてんのか大体見えてくるぜ。シナリオといっても城島さんが前を走ってるわけだから振り切ってしまえばいいわけでしょ。いやいや、意外とあの男ひねくれてるからな。相手が実力のあるいいドライバーであればあるほど悪い虫がうずき出すんだよ。おそらくジョーちゃんがシャカリキになって攻めればどんな相手でも引き離すことはできるはずだ。とにかくコースを知り尽くしてるからな。プロでもここでは俺たちに勝てねえよ。厳しいな。いっぱいいっぱいもいいところだ。ジョーちゃんの名誉のためにも言っておくが、もしもこの2本目で決着がつかないとしたら、先行じゃなくて後追いの時に決着をつけるシナリオを考えてるんじゃないのかな。そんな、いくら城島さんでもそれは無理ですよ。こんな直線のないコーナーだらけのコースで追い抜きなんて。いやいや、やる気だよ多分あの男は。ひねくれてるからな。先行の時は気がつかなかったけど、ラインが違う。俺の考えてたベストなラインと違うところがいくつもある。インにつくタイミングが早かったり遅かったり、普通のセオリーと違う。ここではそれが正解なのか。でないとこの速さは説明できない。凌介さん、藤原に言ったあの一言が気になって仕方ないですよ。できるだけ相手を見ないでコースを見るんだ。相手はゴーストだからな。相手の後ろについた時にその速さを吸収して取り込んでいくセンスが藤原の最大の武器だったはずなのに。ゴーストっていうのはどういう意味ですか？あんなに速いんだ。
しか進めないけど食べながら今日も振り潰したい Yo Pains and Pain 憎しみだけ増やして Hates and Pain そんな戦争ライブ演奏Yeah, どこまで洗礼受け続ける全身全霊